ジテレビ、テレ朝、TBS を出禁になった芸能人。フジテレビ出入り禁止芸能人。江頭2時50分さん。2001年7月30日、笑っていいともにゲスト出演した際、同じくゲストの橋田壽賀子さんが、進行役の勝俣国和さんを遮って、この人、トルコで捕まった人でしょ、と連呼したため、江頭さん本人曰く、あいつの口を塞ぐにはこれしかないと、いきなり橋田さんにキスをしたため、もちろん、そこから出入り禁止。江頭さんエピソードの中でも有名な話ですよね。TBS 出入り禁止芸能人。 NHK とは違い、番組内での揉め事から出入り禁止に発展することが多いみたいです。デヴィ夫人。2014年のテレビ番組、奥様はモンスターの収録中に起きたモンスター妻として登場したクラブホステスの A さんが、デヴィ夫人も夜の店に働いていたんですよね、どうやって玉の輿に乗ったんですか、という挑発に激高したデヴィ夫人が、カメラが回っている最中に平手打ちを3連発。 A さんは警察に駆け込み、警察に被害届が提出されたという暴行事件が原因で、 TBS 局内での事実上の出入り禁止になったそうです。ですが、そんなデヴィ夫人、今は日本テレビのバラエティ番組で大活躍していますね。加藤茶さん。だから TBS はダメなんだよ、 TBS は使い捨てだからね、視聴率が良くても、と TBS の生放送中に批判したことで出入り禁止になったそう。大御所でも意外に容赦ないようです。藤森慎吾さん。2012年12月、週刊文春が藤森慎吾さんの妊娠堕胎スキャンダルを報じます。当然、芸能リポーターが藤森慎吾さんの元に殺到、本人も認めて謝罪。当時、TBS のアナウンサー田中みな実さんと付き合っていたこともあってか、モデルを妊娠させて中絶させた報道以来、TBS から事実上の出入り禁止になっていることを、藤森さん本人が自覚的に明かしていました。テレビ朝日、出入り禁止芸能人。意外性のある芸能人が数多く出入り禁止処分になっているみたいです。芦田愛菜ちゃん。以前テレ朝で放送されていた犬を飼うと言うこと、主演錦戸亮のドラマの子役に、実は芦田愛菜ちゃんが内定していたそうです。しかし、芦田愛菜ちゃん側がキャストに注文をつけた上に、結果ドラマ出演を蹴って、フジテレビの丸物を着てに乗り換えられた、ジャニーズのメンツをも潰した、と怒ったテレ朝側が出入り禁止にしたそうです。しかし、想定外の丸物を着ての大ヒットにより、出禁どころか芦田愛菜サイドに出演交渉を再開したそうです。明石家さんまさん。1995年に番組で野村幸代さんがゲストとして出演した際、トーク中の野村幸代さんのわがままぶりにさんまさんが激怒。番組の収録中にもかかわらず、途中で楽屋へ帰ってしまったと言います。この事件が問題となり、上層部はさんまさんにサッチーへ謝罪するように要求しましたが、さんまは激怒し、もうテレビ朝日には一生出ないと心に決めたそうです。逆出禁となったようです。しかし、昨年、出川哲朗さんのために34年ぶりにテレ朝に出演しました。これで和解かと話題になりました。いかがでしたでしょうか。いろんなパターンの出入り禁止がありましたね。ご感想をお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございます。